全国の新型コロナの新規感染者数が昨日4309人とおよそ2ヶ月半ぶりに4000人を超えました。大阪の新規感染者数は昨日1130人となり、2日連続で過去最多を更新しました。大阪府は小中高校に部活動の休止やオンライン授業の活用を要請すると決めました。感染のこの拡大を抑えることができないと、これも来週の月曜日の週ですからなると、僕は時短を広げるとかというレベルではなくて、もうこれは緊急事態宣言をやるべきだと思います。それは中身については、吉村知事はこう述べ、まん延防止等重点措置の効果が不十分なら国に緊急事態宣言を要請する考えを示しました。その場合、百貨店やテーマパークなどの商業施設に対する休業要請が必要だと述べました。一方、東京では先月の緊急事態宣言解除後で最多の591人の感染を新たに確認し、14日連続で前の週を上回りました。昨日開かれた厚生労働省の専門家組織の会合では、変異ウイルスの割合について、来月前半には首都圏で9割近くまで置き換わるとの予測が発表されました。